よし、じゃあ出発。ログキャビンステラポートユースホステルの F 棟1号に泊まってました。あの部屋じゃなくてそれぞれ別のキャビンになってて、この中に最大で6人ぐらいかな、6人か7人ぐらい泊まることになっています。昨日は5人でした。意欲臭いな、この辺り。この辺り高湯温泉という温泉地です。ツーリングマップには欧州三大なんて書いてあったっけ、三香湯の一つだったかな、高いとお湯で。でここは受付兼管理棟兼、食堂兼縄室かな。今日お客さん多かったからわざわざ別に挨拶していかない方がいいかな。お世話になりました。あ、でもやっぱ一言言ってくるか。ちょっと一言だけ挨拶をしてきます。お、雲じゃない、蚊みたいなもんかな。あれは今の電波があまりないんですね。だからまだ予約枠もでき取れてない。放送の。記録中トラックを保存して、で削除して、ここからまたスタートと。よし、とりあえずスカイライン沿い出れば電波あるかな。昨日あのユースに入ってくるこの道を見つけるというか、これがその道であると気づくのにちょっとかかってしまって、余計な回り道というか、あの先まで行ってしまいました。よっと。でまさかここを封鎖してあるんですよね。
今ここは近道だから、よっよっ、GoPro 削れてないかな。すごいな車が。ここで枠取り試してみよう。ああ大阪で寄ってるな。スカイラインは車多いな。利用集が。ネットは、お、繋がるか。繋がった。枠取りで、
TFS 車種何だったっけこれ、 TSF500 か。バイク、これを後で使うためにテキストファイルにもコピーしておいて、放送まず開始。枠が取れたよ。これで FMLE スタートしないした。ありがとうナス、おはようございます。おはようございます。お、上り速度調子いいな。おはようございます。オッケー。今輸送してるから出てきたとこです。おはようございます。おはようございます。向こうの方が福島市街地なんですけどね、今ちょっと見えないかな。おはようございます。あ、かなり寝ましたね。7時間以上寝たんじゃないかな。おはようございます。昨日なんか早く寝ちゃったんで、みんなで今日のスカイラインは車とバイクがめちゃくちゃ多い。あんまり車が途切れないです。こんな朝っぱらからこんな場所で、じゃあ出発します。音は大丈夫ですかね。音量のバラ、音なし。あ、そうなんだ。なんで？なんでだ？お？あ、あ、あ。モニター出力できてるよな。ん？入力が。FMLE の入力がまだ、いや、合ってる。どういうことだ？あ、ん？ああ、マイクとイヤホンを逆に挿すタイプのミス。あ、やばい。いや、待てよ。いや、合ってた合ってた。これでいいんだけど、これやばいな。よいしょ。間違ってなかったんだけど、うわ、こっちも外れた。USB、 あれ USB、
オーディオデバイスが物理破損、あれ行かない、どうしたもんかな。コネクタが内側に押し込まれてしまいました。これはこれはどうしたもんかな。まず開けてみてみて、じゃあちょっとウェブカメラマイクでいいや。どうしたもんかな。読み上げだけは今来てたんだけどな。今ウェブカメラのマイクでスタートしました。今どういう状況かっていうと、よっとっと、このUSB オーディオデバイスの、わかるかな、こういう状態、この受け側のコネクタのメスの部分が、このオーディオデバイスの外側のフレームから外れて内側に落ちちゃってますね。これはどうするかな。予備のオーディオデバイス一時期持ち歩いてたんだけど、古いやつを。今ちょっとあるかどうか確認しますね。まあダメだったら、このこれこれこれ、ウェブカメラのマイクでひどい音質ながらやることはできますけどね。ただ読み上げを聞くためにはどうすればいいかっていうと、厳しいな。 PC 本体のスピーカーから取り出すという手はあるけど、それはそれでケーブルの取り回しが難しそう。まずは予備のオーディオデバイス探します。ちょっとコメントが今聞こえてないから、画面ちらっと見ながら、マイク端子、あ、 PC にはマイク端子ないんですよ。てかマイク端子、イヤホン端子兼用のやつで動きがよくわかんないです。まず予備のオーディオデバイスは、やっぱ持ってきてないな。となると、あとはこのオーディオデバイスを分解できるかどうか。ちなみにこれ今充電器袋であって、機材袋はまた別にあったりします。まいったな、こういうトラブルは今までなかったから。ちょっと待ってよ、読み上げをこれを引っ張ることは、マイクはこっちにしまい込んで、厳しいなこりゃ。押す押すはあるけど延長はないから、こっちから無理やりやったら線切れそうだしな。
まずはちょっとオーディオデバイスを開けてみます。テープで、どんなトラブル？このオーディオデバイスの口のオーディオデバイスの端子がですね、内側に落ち込んでしまって、分解、これ多分簡単にパカッと割れるはずなんですよ。過去に何度も割れてるから、これ買った時にもう最初から割れないようにこうやってテープ巻いてたんですよ。よっ、いいよっと、多分まあ端子の固定が筐体から外れちゃってるんでしょうね。こうやってコメントと一緒に見えるようにして、多分簡単に開くはず。本当に簡単に開くな。どこで固定されてるこれ。わあ、わあ、あ、ボタンがなんかどっか中に落ち込んでった。わあ、ハンダコテ持ってこい、ハンダコテ持ってこい。これはもうどうしようもないですね。なるほどなるほど、わかったわかった。さて、じゃあマイクはこれでいくとして、読み上げがちょっと厳しいですね。あ、そっか、読み上げは iPhone でやりゃいいか。ちょっとこのもう用済みのオーディオデバイスは中にしまい込んで、でも今回 IC レコーダーで GoPro への録音するようにしてきてて、ちょうど良かったというかそれを見計らってオーディオデバイスが拗ねたのか、参りましたね。じゃあこっちの iPhone でチャ付けっていうのやってみようかな。あ、パスワードがわからない、 ID パスワードが。じゃあコメビューで接続して、でコミュニティ番号でコメント取得。これでどうかな。お、聞こえるようになった。これでいけるか。マイクの音質は風が来たら非常にというかめちゃくちゃなことになると思いますけど。おはようございます。なんと晴れてよかったです。これってオフにしたら消えるのかな。おはようございます。 iPhone をスタンバイにすると風が強いですね、来ない。つけっぱなしじゃないとダメか。例えばアンドロイド充電するの忘れてた。あ、これ充電 しないとあかん。お、これは反射で見えてるの。あ、これタッチセンサーか、これ見え反射で見えてるの。まあいいや、コメント取得で。これ iPhone つけっぱなしにしてるとあっという間切れますね。とりあえずいろいろやらなきゃいけないな
読み上げペリカニ、ああ、あれなかなか良かったです。今日も順調です。トラブル起きてます。いつも通り。あ、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 オーディオデバイスが完全にぶっ壊れるのは初めてですね。PC は、ん？中に？まだまだ順調ですよ、これは。負け惜しみだけどな。で、ちょっとウェブカメラのマイクの風対策のために、このマスキングテープをマイクのとこに貼る。どれだっけ？これか？あ、こう、このもか。GoPro が歪んでた。よし。こうしてマスキングテープ。売らなくなってますよね、最近。こもって。でもこれで風対策多少はできたと思います。で、あとやんなきゃいけないことは、まずアンドロイドの充電して今ここ出せるように準備しなきゃな。ん？何の接着剤？このオーディオデバイスの壊れ方はもう基板から端子が外れちゃってるんでどうしようもないですね。これそろそろ予備のを買おうかなと思ってたところだったんですけど、そっちは間に合わなかったです。オーディオデバイス、GoPro の方の音は結構いい音で撮れてるはずなんですけどね。で、Android 充電のために、導電性、ああ、風の音しなくなってこもって聞こえるようになったと思います。あ、まあ、しなくなったって言っても程度問題ですけどね。多分風普通に受けるとかなりひどい音がすると思います。で、Android 充電のためのマイクロヘッドセットじゃなくてオーディオデバイス、 USB オーディオデバイスが壊れちゃったんで Android、 予約にしようと思ってます。ちょっとお待ちを。スペアス、あ、今結局マウンテンバイクとクロスバイク両方に乗せてるんで、ホリヤマの遠すぎ。どっちだ？こっちか。こうか。そんで、参ったな、参ったな。スバの長いキャップをかぶると、スバの長いキャップ。風音って言ってもマイクがどこについてるかですよね。私は胸元につけてるんで。とりあえずアンドロイドの充電スタート。デバイスはお高い、お高い。今のアンドロイドは1万円ぐらいですね、白ロムで。じゃあ予約枠取りましょうかね。参った参った。あ、オーディオデバイスは1000円しないです、数百円です。56分。あ、早く取らなきゃ。じゃあ、多分枠終わらないと次枠取れないと思うんで、予約枠移行のために一旦終わらせます。じゃあまた後ほど。で、枠取りで。
あとアンドロイド配信といってもあるけど、マウントはちょっと面倒だな。よし、取れた。でもってまた、また見えない。自分の予約した枠が見えない。あ、見えた。とかこっちから取り出せればな。音を延長ケーブル持ってきてなかったっけ。もうちょっと探してみるか。またハングしたか。死ななくなった。死んだ死んだ。期待してるな。主張する。雨粒がよし。すいません、お待たせしました。お待たせしました。無料延長オン。ちょっと音でかいかな。今少し横から風を受けている状態です。大丈夫ですかね。聞こえます。バイク。さて、これで読み上げを iPhone の方でやらなきゃいけない。まずは読み上げ iPhone でスタートして、動いた。で、ちょっとオーディオケーブルの延長ケーブルがあれば、オーディオ延長ケーブルがあれば。でもないよな、持ってきてないよな。ないな、やっぱり。なんとか PC のイヤホンから読み上げ取り出せれば、いろいろ簡単になるんですけどね。
え、映像動かないですか？よっと。あ、電波悪いのかこれ。電波かな。声は言ってるっぽいですね。 FM よりも止まってないし。電波かな。これは早速火災ですかね。あと他にまともなもっといい解決策ないかな。ないかな。ないよな。じゃあとりあえず ポタファイ再起動しますね。ポタファイ、さあ、間違えた。ポータファイ再起動します。まあ声を言ってるんでしょうけど、一応川崎ですか。音でわかんのかな。これでイヤホンで、でもこれ両耳になるな。待てよ。あ、持ち歩いてないか。この後だと iPhone の電池切れるんだよな。プライマリーサーバーエラーか。つながった。あのエラー別のシチュエーションでも出るのか。今これで音と映像いってますね。多分コメントはまだ見えてない。コメントを iPhone の方で再スタートして、ああ iPhone が、よし。でこのビューでスタート、スタート、 OK、 よし来た。iPhone で別に読み上げると面倒だな。サドル、アイオンサドル、いや全然傷んでないですよ。まだまだ新品同様です。おはようございます。左向かい、電脳空間。私のサイバーサイクリストは電子機器依存でサイクリングしているって意味です。パンクな砂川。お、運の人、おはようございます。サドル穴が開いちゃってますね。早くも、おはようございます。というわけで、これで一応 iPhone の電池が切れるまでは配信できるかな。まあでもどっちにしろ今日途中から電波ないんですよね。あ、危ね。また開けっぱなしで。あ、今ここ了解です。おはようございます。そう、メリダです。風の音、走り始めてないんでまだ。自動延長オンにしました。いや、iPhone じゃないです。iPhone は今コメント読み上げのために一時的に使ってるだけで、パソコンで配信です、基本的には。
IC レコード大丈夫だよな。よし、さて30分経ったけどもいけるかな。どっか開けっぱなしにしてないよな。ステムよっと。ああそうなんですよ。これいや短いんじゃなくて、そう確か前に出したいんですよね、もっと。お、ありがとうございます。でいきなり曇って、天気じゃない雨がパラパラ来ましたよ。この天気さっぱりわけわからん。寝袋は今回持ってきてないです。やっと出発です。ふう、どうするかな。これから配信諦めても、まあ録画はできるから致命的ではないかな。温泉天然でしたか、かな、超天然だと思います。昨日は共同浴場っていう250円のとこにユースで回数券もらってタダで入ってきたんですけど、洗い場ほとんどないような、ものすごいシンプルなとこでしたね。何が基地？オフシーズンでパラパラ降ってきた。ふざけんな、天気変わりすぎ。ここ朝すっきり晴れてたのに、朝というかさっき配信開始した時に。ここは紅葉が今ちょうどシーズンなんですよ。私もそれ目当てで来ました。ウェブカメラのマイクだからな。うん、聖地ですか。踏まれたり蹴られたりでございます。雨が。裏磐梯、どっちが裏磐梯なんだっけな。北側が裏磐梯なんでしたっけ。磐梯さんのパンクはまだ修理できるな。次からオーディオデバイスは端子のところをなんかホットボンとかなんか中に詰めた方がいいんじゃないかな。もう基板に端子がハンダ付けしてある状態に、さらに上からホットボンと垂らして隙間を埋めて、まあそれがやっぱり300円ぐらいのものなんで、あれ予備たくさん持ってきてた方がいいですね。またか。服部？結構の坂です。厳しいですね。ちょっと晴れろ。オーディオデバイスがないといろいろ面倒です。パソコン1台で済ませられるところが。今823度出てますね、こっちだと。でもまあ GPS の補正がまだ効いてないだけかもしれない。そう、高い温泉のとこに泊まってました。車多いですね、今日は。昨日ユースの入り口分からなくて、この辺りまで登ってきてしまいました、無駄に。
今日は寒いと思います。まだこの辺は大丈夫だけど、下りがきついですね。今日はレパですかね。南郷、日光じゃないと思いますね、こっちは。山の中です。あ、これ電波ですね多分。これは電波か規制ですね。進みます。よいしょ。登攀練習、してるなあれ。あんまり周り響くような音楽は周りの雰囲気まで変えてしまうからあんまり好きじゃないな。録画はできてるな。やった。あれは忍山かな、忍さん。いいよ。ピープー。今ちょっと福島市街の方が少し見えたんで写真撮ってました。今のクラクションなんでしょうね。でも規制食らってるんだとしたらちょっと規制が厳しすぎやしませんか。まだ昨日から大して使ってないのに。土湯川風が動いた。復活することあんのかな。GoPro は撮れてるはずです。ランプが点滅してたから。
ああ、まだウィンドブレーカーいらなかったかな。登ってると結構汗ばみます。和太鼓、動いてますか今。ちょっとどこでウィンドブレーカー脱ぐ。暑い。これいいかな。ってるなぁ。都会予報は曇りのち晴れじゃなかったですかね。あれ、これどこ見てるんだ。てかゼロになってる。うん、電波悪いですね。よいしょ。雨降るな、いい加減にしろ。よっ、よいしょ。ふう、なんか車の音だけが聞こえてるんですね、今映像を行って。これ観光道路ですよね。途中山を通って、あの、周り何もないとこ走るんで、あ、大して寒くないです。登ってるのもあって、ただまた雨が結構ひどいんですよね。あ、また機材が、GoPro の上の開口部のところに行ってマスキングテープ貼っとこう。GoPro も汚れてる。
わ、降ってる降ってる、天気なのに。ドライバーやや。雨が雨が。2.3キロ。もうすぐ延長ですね。あ、浄土平。天気はコロコロ変わってるんで、今青空なのに雨が降ってます。やんできたかな。じゃあ FM で諦めて通常走りで行ってみますかね。少しはコマ数が絵がいくかもしれない。ゼロか。発信へ、あれ、お、お、あれどうなってる。あ、あ、あ、あれ？ウェブカメラが認識されてない？いや、来てるな。え、なんで？じゃあ、こうして。で、こうして。あれ？あ、とりあえず延長。てか枠に繋がってないこれ。ん？あれ？接続、接続。あ、やばい。あれ延長できてる。配信開始。あ、100超えてない。やっぱ低いか。1万円がいったかなと思いますけど、どうでしょうかね。
こえた。あ、映像 A は行かないか。ちょっと配信するも今少し動きおかしくなってました。でもどっちしろ映像行かないレベルですね、これじゃあ。うん、延長調子が、こっちは延長できてないように見えてしまうんですよね。ちょっともう一度接続し直し、ちょっと待ってください。これあかんな。繋がらない。でもこれずっと道沿いに全部エリアのはずなんですよね。ああ、またツールが。マシンツールが、接続、遅すぎる。で、また。ん？あ。配信開始。ダメだな。一応。電波が良くなれば、流れる状態にしたので進みます。厳しい。配信諦めたらすっきり気持ちよく登れるな、これきっと。で、あの雨は、小雨はやっとやみました。日が出てきてあったかいです。お、え、一枚絵が来ましたか。こういうまだですね、ちらほら黄色いぐらい。そこ、今この瞬間は少し落ち着きました。でもまだつぶら折れの最中です。雲の全然というか、この辺り雲が、お、犬だ。
6時の18時、あ、確かそうですね。今日は配信トラブルが多すぎる。もう腹いっぱいです。配信トラブルはもう食えません。一応空晴れてるんですけどね、雨が降ってくるんですよ、なぜか。標高1000メートル、まだん3車、あ、車か、ありがとうございます。ちょっと今読み上げがバカになってるので、性能の悪い読み上げでやってるので、今やっと落ち着いた、少し動いた。んこの声は自転車か。おはようございます。おはようございます。おおはようございます。速度倍ぐらい違うんだろうなこれ。あ、こんにちは。4人熊は出ない。いや出るかもしれない。地元の人か車で来てる人かな。お、いらっしゃいませ。おお、日光が。今ロードバイクの人が4人通りました。通りました中か、追い抜かれました。でも通常配信でもラグあるのかな。通常配信ってラグ発生する前にとっとと諦めてすっ飛ばすような仕様だと思ってたんだけど、ソースカツ丼か。そう、何も食べ物持ってきてないんで今回、トースじゃなくてロードバイクの人たちが取り過ぎてきました。上等平が確か標高1600台なんですよね。700近くだったか。この建物は、バニーハットという名前の建物か店かだったみたいですけど、きつ、ここ。
母です。電波まだあるはずなんだけどな。浄土平までは帰省なんでしょうかね。ホームセンバコというよりは、なんだろう、ヘリのところがちょっとビールケースに見えた。とりあえず雨が止んでくれたんで助かる。あとでちょっと GoPro のレンズの汚れを確認してから。こんにちは。下りは寒いの。お、紅葉が少し出てきた。いいぞ。音もほとんど行ってないというのは厳しいですね。ちょっとここで GoPro のレンズチェック。ウェブカメラのせいもあるのかな。車上はまあ自転車だったら大丈夫ですね。
今日はやってます。やってますが、まともに放送できてませんね。すぐ標高は1000超えてる。今朝登ってる分にはちょうどいいですね。それほど汗かかずに済む。狭いのこの辺りは。顔出してたよな。狭いな、この道は。車が多いと特に厳しい。バイクが音で分かりますかね。なんかこの辺りだんだん道が路側帯というのか白線より外側が狭くなってきて、車のすれ違いの時にというか私がいるところはすれ違えなくなりつつありますね、車が。いや、こっち音出してないからですよね、特に。バイク。あ、また犬だ。なんか犬が顔出してる車が妙に多い。引っ込んだ。出た。こっち見た。向こう見た。あ、なんかそういうイメージありますよね。おお、見えてる見えてる。ちょっと向こうに渡って、よいしょ。途切れねえ。ちょっとだけ間が大きい気がするけど、あ、詰まってきたな。
おお。ちょっと木とか、あとこれはスキーのリフトかな、が少し邪魔になってるけど、かなりの眺めです。あれしのぶさんだよな。よっと、さっきより見晴らせる、あの空気が澄んできてる。よっと、ツイッターでアップしてみるかな。でもどうせ行かないんだろうな。あ、そうか、あと読み上げができなくなるか。自転車で来ました。あとはあの、いやもう40ですけどね、40超えてますけど、ねえ、いや今日はあの高湯から来たんです。高湯泊まってて、ねえ、なんでまだこれからです。まだ上がるね、浄土平まで。やった、なっちゃったんだな。あ、それですか。あ、うん、そこの跡地。うん、ああ。跡地作ったら分かる。はい。俺ずっと取ってたんだ、あの家。あ、そこですか。土っていうやつ。ああ。でもうすっかり綺麗にならされちゃってますね。ええ。これだけ残ってる。あ、これも今動いてないんですか。あ、これ動いてる。ああ、やっぱりこれ今動いてないんですよね。10年ぐらい。なるほど。でもライトが綺麗になって、ライトがピカピカしてるな、まだ。ねえ、今なんか、ですね、説明難しいな。そう話してました。ですね、口で説明すると、今ここスキーのリフトの上の方のリフトの上の施設と、あと完全にコンクリのただコンクリの真っ平らになっている建物を撤去した跡があって、ここは前なんかあのスキーのなんたらハウスだったんだけども、もう10年20年ぐらい前から営業して、あのもうやってなくて、で最近ここなんか撤去されて鳴らされちゃったみたいですね、家が。でスキーのリフトの施設があって、ライトなんかもまだ綺麗なんですけど、これもう10年以上動いてないらしいです。というのをこれ再接続したら、行かないかな、余計なことになるかな、やめとこうかな。まあでもどっちしろだから、ちょっと1万円出すために再接続してみます。昨日の、いや、あの人とは全然違います。じゃあちょっと再接続。延長そろそろだっけ、もうちょいだ。状態はまだまだまだ全然です。あー、風音入ってるか。このマイクの方も、あ、これケーブルとか当たってマイクに変な音いっぱい入ってそうだな。あ、高湯スキー場っていうんですかね、ここもともと。うわ、いかねえ、余計なことしたか。ダメだな。もうどうせだから言葉したいけどしてしまうか。あ、コメント言ってるな。じゃあ、あれ下の方もやってないんですかね。
って。あ、すみません、まあ、さっきの人と間違えた。勘違いしました。これはスキー場？高湯スキー場の 跡地らしくて、そこがなんかロッジだったらしいんですよ。左のその真っ平なあのコンクリの打ちっぱなしになってるところ。で、このリフトも今もう10年ぐらい動いてないっていうふうにさっき会った人が言ってました。どこから？あ、私はあの横浜に住んでるんですけど、3連休でこっちに自転車電車で持ってきて、新幹線で。で、さっき高湯からあの宿から出てきたところです。まだこれからです今日は。これ頂上上がって、ええ、で向こうの五色沼の方に抜けて、五色沼、はい、ああ大変だ、またであっちの方に泊まります。またどこに泊まる？五色沼のすぐ近くのユースホステルっていう宿があって、ああ、ええ、あそこにあのマンションも電車もいっぱいあるから、あああの辺り多いですよね。多いよ。で明日は白布峠ってあの あそこ越えて天台、ん、天元台でしたっけ、越えてあの米沢に抜けます。米沢から白布行くんだ。いや、白布越えて米沢に行きます。で明日新幹線でまた茨城高校。そうです、そうですね。足が丈夫なくちゃダメなんだ。まあゆっくり行けばあんまり体力なくても大丈夫です。大丈夫、ゆっくり行けば。お、自転車の人他にもいますね。自転車がいいから。あ、そうですね、それもありますね。高い自転車だもん。10万ぐらいですね、これが。これが10万円ぐらいの自転車です、ええ、スポーツ自転車としては別にそんな高いやつではないんですけどね。ああ、これペダルはこれなんですか？あ、こっちにも金具があって噛み合うんですよ。ああ、そうか。そしたら引っ張ることもできるんで。ああ、これたら坂道は楽だ。はい、坂道は楽だ。多少はきついことはきついです。でもやっぱりよっと、よっ、よっしょ。だからもう社会人ですよ。ええ、もう40過ぎてますから。でこういう趣味がある。ええ、趣味で来てますまた火曜から仕事ですけどね。いいね。ええ、いいや、こういうのね。この自転車って安く安く買えないのな。はい、安く安く買えなかった。ああ、眩しきなんだ。あ、そうです。あれなんか変な光が見えてるの、なんだろうこれ。お、あ、結露してる。いや、やばいな、こりゃ。こういうぐらい鍋があんだ。ええ、みんなこういう方に金かけてんな。まあ趣味ですから、ええ、こういうのも。いや、なんだ、こういうことやったのがいいよな。面白いですよ。何でもやったことがいい、ええ。あいつはディスクなんだ。あ、そうです。私はこれディスクじゃない方が好きなんですけどね。今こういうのしか売ってないんですよ。あ、ディスクタイプしか。この車どのぐらいするの？ん？あ、自転車ですか？うん、は10万しないぐらいです。あ、10万しないんだ。ええ、じゃあこういうのが高いかも。そうですね。これが2万ちょいぐらい。うん、こっちはまあ3000円か4000円ぐらいですね。これは何？ライトです。結構明るいです。今ライトもだいぶ電池で明るいのができてきたんで、ええ、こんなんで大丈夫、持つ？ねえ、疲れない？まあ疲れますけどね。ケースが痛くなっちゃう。ええ、ま、何日も乗ってると。仲間がいるの？いや、一人でやってます。一人で。ええ、あの人たちはまた別の人たちで。ああ、でも結構荷物があるな。泊まりかな。ギア何倍あるんですか？ギアはあの前と後ろで掛け合わせて30段になります。 3×10 で。よっと、坂道も楽なんですか？そろそろ。いや、楽じゃないです。楽じゃないけど比較的は繋がったかな。あ、繋がらない。接続いいよな、こういうのは。またそのなんだよ、バックとともに20万ぐらい取られちゃうんだ、ね、バック。いや、20万いかないですね。ヘルメットもまずいって。ヘルメットが1万ぐらいですね。もっと安いのありますけど。よっと。で今
今あの趣味でやってるんですけど、インターネットで生放送もやってて、今切れてるんですけど電波悪くて、でそれの手間が大変で、つながれ、あ、来た来た。写真をやってるの？はい、写真をやるの？あ、写真はまあデジカメでちょっと撮るぐらいです。デジカメで、ええ、つながらない、延長できない。あれが忍さんなんで。どこ忍さん？あの真ん中にポコッと出っ張ってるのがあれ、あの福島駅のすぐ近くです。あ、これで、あれだ、これ山の方、そこのほら、あのポコッと出っ張ってるのが忍山って言って、あれ、あれ、あ、繋がったかな、違うか、あれが福島市内だ、あれ本当に駅のすぐ近くなんで。そうだよね、新幹線の線路も見えてるはずです、うん、あ、やばい、真ん中にあ、来た、おっと、延長延長延長、あと25秒。なるほど、福島市はこっちだってけど、ね、こっちだわな、あ、ずっと早く早く、ダメか、延長ダメか、あー、あ、来た、体操車、体操、やった、やった、処理中、じゃあ楽しんで、あ、ありがとうございます。よくしないエラー、終了しました。あー、失敗した。違う自転車の人が来てる。普通の人何倍休憩してんだ一体。これでもまともに配信できなかったらこの枠で諦めるか。10時だから、12時までに着くかな、状態では。速度はちょっとお待ちを、読み上げやるんで、音が繋がらない。来たか、うん、黒い、うん、ダメですね、うん、お、いらっしゃいませ、延長失敗です、
一応口でも言いますけど、おじさんたちと話していて延長できず、途切れ途切れかでした。まともに配信できないので、浄土平苦労してますに着くまで一旦配信を止めます。もうどうしようもないですね、こりゃ。スイートも厳しいかも。とりあえず昼ぐらいに終わったと。では、お疲れ様でした。お疲れ様です。で、スタンバイ状態にして、iPhone を抜いて、で、もうケーブルを外して、待てよ。そうだ、GoPro を給電しなきゃいかんから、これこのままじゃなきゃダメか。で、録音、あ、OK。よし、じゃあこれでいくか。さあ、じゃあツイッターできるか、ツイートできるかどうかやってみるか。大東スカイラインから、福島市街方面で写真をつけてツイート。
で、まだ1060m か。うわっ。